うん、じゃあそれぞれの点数発表していきます。東京海洋大目指してるんで、はい、続いてなんとリンリから原車に変えました。すごっ、めっちゃすごい、めっちゃすごくない？お疲れ様でした。さあ出ましたね。まあ、じゃあもうこれ終わってるんでこっちからやっちゃいますか。数 2B もう見ておりますから、はい、20です。ユーロ 20! やばい、ユーロと、もうやばい、もう本番じゃなくてよかったと思うしかない。はい、とカズコが61、やばい、3倍くらいある。悪い、はい、じゃあそれぞれやっていきます。はい、じゃあそれぞれの点数発表していきます。何を、あ、ごめんなさい。それは点数発表に決まってるでしょ。やばい、やばい、待って、マジで。いや、さ、3人 B さ、縫製の加工に似てたの、うん、なのに、縫製の加工に似てたの、縫製のデザイン、ティンってデザインこう、はい、で、形似てた、形が似てた。じゃあ、マークミスやばい、と思うと低いよね。そこにもう、ではでは、カズコだいぶ後で登場するので、まずユーロの朝から行かないといけないですね。やめてって、え、行っていいの、行っていいのってどういうこと、画面から外れるの。別に外れる意味がないですよ。はい、物理行きます。物理が、38点ですね。なんで、なんでって、いや、だいぶ間違えてましたよ。ただ、コメント欄では物理はクソ簡単だってきてました。嘘、じゃあ最悪じゃん。こんなに簡単なやつでいいのってきてた。やばい、はい、そしてそれに対して科学は難しいってコメントが来てました。科学やばい、はい、科学は17点です。もうやばい、この前から60点くらい下がってる。え、寸大できてたよね。寸大、あれ、あれ、青はできた。だいぶ違いすぎでしょ。やばい、どうなんですか、むずいって来てました。科学はめちゃめちゃむずいよって。はい、続いてなんと倫理から原車に変えました。倫理わかんない、倫理わかんないって言ってこっち見るんだね。あなたたち別に、はい、演者なのにこっち見るんだね、わざわざ、はい、こっち見てていいですから。はい、でその変えたやつ本当に変えてよかったんですか。原車は、48点です、だって前回さ90を超えてたのにさ、倫理、あ、なんかよくわかんなかった。はい、自由。続いて国語です。はい、ああ。ここからはカズコも入ってきますんで、はい、だってさっき悪かったみたいな感じで喋られた。さっきはあれじゃ、漢字がしょぼい、漢字のところがしょぼいっていうの、はい、ユーロはまず109点ですね。少な、少なって言い方数字だからね、少な、少ないか多いかだよね。低いか高いか。はい、カズコさんですね。カズコさんは133ですね。わー、すごい。待って、どこに書いてたの、書いてくれてない、あっちに書いてある。あ、ここ。カズコはやっぱ語彙とかでしたね。あと、ちょっと待って、見ていい、いいよ。語彙で、こんな漢字間違える。評論が、じゃあユーロの先、漢字やばくない？そうそう、だから漢字がボロボロだった。漢字やば、2個しか合ってないじゃん。はい、じゃあ国語は、評論が、ユーロが42点ですね。で、カズコが36。で、ただ小説がユーロボロボロですね。15点。で、カズコは35。いや、よくないよ、ね、そうそう、意欲はありません。で、古文が同じ点数、2人とも19点ですね。いや、マジで分かんない。で、漢文で家族は稼いだ感じ。え、そう、でも絶対これ、絶対これだと迷ったと思う。35番漢文、ユーロが漢文33で、家族が43だったんで、はい、漢文やばい、ということで、誰かこの余った10分の有効活用の方法を教えてくれるんだけど。いやいや、ずっくさ、余った10分でこの古文じゃ、いや、もうだって分かんないんだもん。評論小説も落としてますよ、見直さないと。え、いや、だから見直して変えた時の間違えれる、はい、評論の方が分かんなかったんですよ。率というか、まあそれは何箇所かありました、あなたのね、他のやつでも、あ、合ってたの変えてんなっていうのは、はい、見ててありました。あれ、え、国語ですか。国語じゃなかった、多教科で、ユーロと似た点数だから親近感。ダメだ、それじゃ、それじゃダメだよ。漢文は1週間あればちまちましてでもなんとか。漢文の話はいいから、漢文は前後の文脈、みんな漢文大好きだ。小説は出題による、みんなもできてんだよ、漢文だから喋りたがる。古文ではいきます。次ですね、英語リーディングですね、はい、あー、やばい、英語リーディング、はい、ユーロさんは44点ですね。低く、でも前回よりいい。前回、いや、やばいから。前回何点、もう30が20点だ、はい、やばい、できた気がするんだけど、はい、カズコさんは
カズコは。カズコは92です。すごい。めっちゃすごい。めっちゃすごくない？すごい。え、何間違えたの？三問だったと思うよ。確か間違えてたの。見たい。あ、でもそっか。一個間違えたら。見たいよね。見たい。この並べ替えですね。あ、そっか。並べ替えて一個間違えると全部罰なのか。第5問。え、違う。4。2、3。1、合ってるよ。嘘。え、家族すごい。じゃあそれも合ってるってことじゃないですよ。ということはさらに3点加わるとなるとすごい95じゃん。おお、すごい、ほぼ満点じゃん。ということは2問です。2問、え、すごくない？こっちでも力強いけるじゃん。こっちでこっちで力強出せる。でもな、振れ幅があるからな。ということです。はい、赤はえぐー。すごい。やでも4、そう、でもここです、ここ思った。じゃあ満点目指せるね。第4問の自分で、あー分からねえって思ってた。分からない。赤えぐー、すごい。やば、竹すげー、負けた。どうしよう、これはこれで怖い。はい、リスニング、ユーロは46です。どういう、ちょっとね、まあちょっとね、ただクリアだったしな、音もな、なんかうーんって思った、聞いてて。はい、和子さんは94ですね。すごい。9割すごい。どっちも。すごい。すごくない？やっぱ英語得意だね。すごい。マジですごくない？すごい。はい。スポカオ英語ジャムなの。え、でもな、青パックひどいんだよな、マジで。あ、英語だけ東大生って言われてる。英語だけ東大生。英語だけ東大。え、英語すごくない？すごい。それは普通にすごい。それはすごい。で、数学。数学、私マジでやばい、数学。数学、数値 A は、ユーロ18。もうやば。カズコ62です。62？ はい。おー、4。ということで、60、こっちの方が高いか。ちょっと高い。高いですね。66.5。英語使えたらいいのに。ということなんで、だ英国で、まあ、スポカだったら出すっていう形になりますね、この場合であれば。すごい。で、他のところはどうやって出すの？共通テスト出すやつあるの？いや、立教の英語をどっちかいい。ああ、順一か。そっか。まあ、こっちになるかもしれないですね、その場合は。なんか、ちょっと聞いてるんですか、はい、なんか2400ばっかりの書いてる人、なんか勝手に2300がボリュームゾーンだと思ってたんですよ。そんなことないよ。そんなことない。みんな2400。そんな、取れる人少ない。2400取れる人は少ない。じゃだから、やっぱコメント欄に書いてる人が、ちょ、コメント欄は高いから書く。そうそう、高いから書く。自信がない人は書かない、そもそも。もっと低い人、本当いっぱいいるけど、どう書いてない。みんな、自信があるやつだけが書いてるから、OK。OK。軽いな、軽いノリだな。英語バグ高すぎてクソ。いやでも早稲田もっと上目指せるくね、英語だ。いやーでもね、文法とかできないから、できないからね。すごいやん。ということで、やば、ユーロどうすんだってことですよ。やばい、出願ですよ、まずそもそも。やば、北見工業大学になっちゃう。何それ。ということで、で私立どうすんの。私立法制出します。私立の問題受けられるの。頑張ります。いやいや、受けられるんですか、解けんの。頑張ります。頑張りますじゃないよ。いやいや、法制しか受けないの。あ、学習院とかも受けます。他は。僕もちまちま受けます。東京農業大学とか出します。いろいろ出さないと。これ共通終わった後にどうなるか。やばい。ということでした。まあ、これうまくまた編集できるのかよくわかんないですけど、切り抜きできるのか。やだ、ショートだったらふとした時に知り合いにバレちゃう。やだやだ。なるほどね。うわ、こいつ浪人してこれかーって。やだやだ。どうやって出るのかわかりませんが、はい、ということでした。はい、皆様ありがとうございました。え、待って、ありがとうございました。まあちょこちょこ過去問結果を持ってきてもらうと思います。まあ共通テストまではとにかくないですけど、東京海洋大目指してるんですよ。海洋大でもこれ共通テストの時点で足切りっていうか、足切りっていうか二次で挽回できない。挽回できなくなっちゃう。足切りなんだ、木だと。え、足切り？足切りだと思った。足切りないけど。既存か既存かみたいな、ね。はい、2次100点とか取らなきゃいけなくなっちゃうから。そうそう、なっちゃうから無理になっちゃうんですね。ありがとうございました。共通テストの本番ですよ、次来るの。分かってます？頑張ります。本番ここに、もう嫌で来れないとかないようにしてください。はい。ご視聴ありがとうございました。もう全然自分のこと